APOD、2015年1月3日、アポロ17号、月周回軌道からの立体像。お持ちの赤青メガネを持ち出して、ぜひこの地球の外の世界の素晴らしい景色を立体でご覧ください。この景色は、1972年12月11日に、アポロ17号ミッションの船長、ユージン・サーナンが、月着陸に向け、降下を始める一周回前に撮影したものです。アナグリフの立体画像自体は、彼が視野の開けた際に撮影した、2枚の写真を元に作られており、この時、サーナンは、ハリソン・シュミット博士と共に、月着陸船、チャレンジャーに登場し、タウルスリットロー峡谷にある、アポロ17号着陸地点の上空を飛行中でした。写真の中央近くでは、サウスマッシーフと名付けられた大きな山の、日に照らされた山体が、その左側に広がる、そこの暗いタウルスリットロー峡谷からそびえ立っています。山の背後、月の縁方向には、晴れの海が広がっています。サウスマッシーフの山頂の手前側には、月を周回している、ロン・エバンズ操縦の司令機海戦、アメリカが映っています。明日の APOD は、リングサイド、です。